今年も各所で報じられている、有名人同士の熱愛。お互いのキャラクターや慣れ初め、二人の関係性により、熱愛報道で株が上がるタレントもいれば、下がるタレントもいる。第1位第16位、応援したい、有名人カップルランキング。そこで、本市は全国の男女500人にアンケート調査を実施。応援したい、応援できない、 有名人カップルについて、ここ数年で熱愛が発覚した有名人カップル16組の中から1組を選んでもらった。本記事では、応援したいとして選ばれたカップルを紹介する。第4位、綾瀬遥かストーンズジェシー、39票。すでに同棲中で、結婚病読みとも囁かれる2人。9月上旬には、 ジェシーの父親の故郷であるラスベガスへ二人で里帰りしたとも報じられており、真剣さが伺える。どちらも嫌いではないし、真剣な気持ちで付き合っていると思えたから。素直に応援したいと思えるカップル、40代女性、派遣社員。あやせはるかのファンで、報道を見たときは、え。と思いましたが、幸せになってほしいから、50代男性、会社勤務。 俳優としての二人の演技が好きだし、二人で高め合って、また違う世界観を持って仕事してくれそう。50代女性、専門職。第3位、橋本環奈、中川大使、66票。2022年に熱愛が報じられ、大物美男美女カップルの誕生に世間は湧いた。どちらも大の愛犬家として知られ、お互いの飼い犬を預け合うこともあるという。 カンナちゃんも中川大志くんも、誰も文句のつけようがないぐらい絶世の美男美女ですが、他の人たちと比べて性格がいいのが伝わってくる。応援したくなるし、結ばれてほしい。30代女性パート。可愛らしいカンナちゃんが大好きです。大志くんも爽やかでお似合いだと思います。70代女性、専業主婦。どちらもそれぞれユーモアがある人で好きだから、 20代女性、会社勤務。第2位、本田マリン、宇野昌磨68票。2022年に交際を発表し、メディアでも交際エピソードを隠さず披露してきた二人。お互いに尊敬や感謝を伝え合う姿を見て、応援したい気持ちになる人も多かったようだ。お互いの苦しみや境遇を理解し合えるのはなかなか難しいことなので、 この二人ならそれができていいなと思う、三十代女性、無職。慣れ染めも爽やかで、見ていて微笑ましく感じるから、六十代女性、派遣社員。両者とも、フィギュアスケートを現役の時に頑張っていたので、これからは人生を楽しんでほしいと思う、二十代男性、派遣社員。二人ともプロスケーターとして頑張っているトップ選手だから、お互いを高め合っている感じがして、 好感が持てる、20代女性、会社勤務。第1位、広瀬すず山崎健人85票。双方とも仕事は絶好調。特に山崎は、キングダム、ゴールデンカムイでの主演抜擢など、実写映画俳優として高い人気と実績を誇っている。結婚調整段階という話もあるが、果たして、ショックだったけど、芸能人だからこその良さがある、 20代男性、その他。お互いに超有名人で多忙で大変だと思うが、頑張ってほしい。二人とも素晴らしい仕事をしているので、応援したくなる、10代男性、学生。二人ともいい人そう、50代女性、自営業。二人が出演していた映画を見て、お似合いだと思った。熱愛を知った時、美男美女カップルの誕生日。お幸せに。 と思った、10代女性、学生、このままハッピーエンドになってほしい。